うまい棒を吹き矢として使い、逮捕された人がいる。うまい棒のまずいと評判の味で、ドラゴン味というのがある。どっちが本当だと思う？右？それとも左？それじゃあ答え合わせしてみよう。正解は、こっち。チロルチョコを大量に積み重ねて倒してしまい、他人に怪我を負わせた犯罪者がいる。チロルチョコのふざけた味で、うなぎ味というのがある。どっちが本当だと思う？右？それとも左？それじゃあ答え合わせしてみよう。正解は、こっち。ポッキーのチョコの部分を削り取り、プリッツが入っていたと冗談でクレームを入れて逮捕された人がいる。ポッキーは英語の隠語でエッチな意味なので、英語圏では名前が変えられている。どっちが本当だと思う？右？それとも左？それじゃあ答え合わせしてみよう。正解は、こっち。カルビーのポテチに使われるジャガイモは、人工衛星を使って成長を見守っている。デスノートのポテチカンニング法を警戒して、ポテチ持ち込み禁止になった高校がある。どっちが本当だと思う？右？それとも左？それじゃあ答え合わせしてみよう。正解は、こっち。キノコの山にタケノコの里が1個入っていたことがあり、異物混入として警察で処理されたことがある。キノコの山は、アポロにクッキーを刺して生まれた。どっちが本当だと思う？右？それとも左？それじゃあ答え合わせしてみよう。正解は、こっち。オレオのクリームをのけて代わりに歯磨き粉を挟み、懲役刑になった YouTuber がいる。オレオをミルクに浸して食べると、乳酸菌が増加するのでお腹にいい。どっちが本当だと思う？右？それとも左？それじゃあ答え合わせしてみよう。正解は、こっち。チョコパイをこぼさずに食べるのは無理だと、物理学で証明した大学生がいる。同じロッテのチョコパイだけど韓国版は、中身がマシュマロ。どっちが本当だと思う？右？それとも左？それじゃあ答え合わせしてみよう。正解は、こっち。プリングルスがポテトチップスかどうか、裁判で争ったことがある。日本初のポテトチップスは、現在の価格で1袋3000円だった。どっちが本当だと思う？右？それとも左？それじゃあ答え合わせしてみよう。正解は、こっち。